幸福実現党の金城達郎でございます。選挙のためにお騒がせしております。今日、石田道中佐のお話、改めて聞かせていただきましてですね、今日強く感じたのは、今私たちは、今少しの時間かもしれませんけど、平和の中に生きております、生かされております。それは右翼でも左翼でもオール沖縄でも、もうみんなの、そういう今この時代を生かさせていただいている、その尊い礎になられた英霊の方々がいらっしゃったということ、この真実をですね、今日は中村悟さんに、教えていただいたかなというふうに思います。本当にありがとうございます。それで私どもですね、7月の20日に、下地玲子代表とともにですね、玉城デニー知事に、知事に会えなかったですけれども、デニー知事にですね、要望を出してまいりました。ちょっと資料でお渡ししてますけれども、長文なので読まなくてもいいですけれども、沖縄県民のですね、生命安全、財産を損なうようなですね、地域外交、こういったものを改めていただいてですね、そして国との連携強化を求めるということで要望させていただきましたけれども、はっきり言って言いたいことは何かというとですね、もう外国にですね、行かんでくださいと、行くだけ県民が迷惑しますので、そういうことがですね、実は私、言いたかったわけなんですよ。今回も中国にもうすぐ歴史戦を仕掛けられて、琉球は日本のものなのかという、そういうふうなことをですね、人民日報系の新聞にも書かれてます。そういうことでですね、不利益被るだけ、こんなことやめてくださいというふうなことですね。で、しかし、知事はですね、一定の成果を得たと思ってるんじゃないかと思うんですよね。メディアの報じ方もそうですので、なんといってもですね、中国のナンバー2ですね、首相にお会いしたんですよ、李強首相にお会いして、話ができたということですね、日本政府の要人よりもいい位置で話ができたと、でこれ、新聞でも報道している、ですから、これでですね、平和外交、もう大きく前進したと、本人、誤解してるかもしれませんし、また沖縄県民にもそういう誤解を与えてるかもしれない。そういうふうな誤解をですね、絶対与えないでいただきたいと、そういう気持ちもございました。で、それで何よりもですね、首相にお会いしたんだったらですね、今回、知事が中国に行く前にですね、習近平国家主席がですね、北京の資料館に行って、そこの資料館の職員からですね、尖閣諸島は明の時代から中国のものでしたと説明を受けたという報道があります。あの報道は間違ってますと。国際法に基づいて間違ってますと、そういうことを李強首相に言うべきだったんじゃないでしょうかとも思いました。で、この尖閣諸島なんですけれども、私、2年ぐらい前にですね、ある本で驚いた、本を読んで驚いたんですけれども、ご存知の方、たくさん、皆さんご存知だったら申し訳ないですけれども、アメリカの CIA がですね、こういう情報を得てるっていうんですよ。習近平主席がですね、秘密会議で台湾を併合する軍事行動を起こすときにですね、その前に尖閣を、侵略すると、そういう話をしてるっていうんですね。で、具体的にですね、CIA こういうのを掴んでるって書いてるんですよ。具体的に中国の漁船3000隻以上で尖閣諸島にまで来てですね、そしてその船の中にはですね、クレーンなどをバラバラにしたようなものを載せていると。それで上陸して、そこで軍事基地を作ると。で、軍事基地を作ってですね、そこから台湾を挟み撃ちする、大陸と尖閣の方から攻めるというふうなことを、もう今、作戦練ってるというふうに書いてありました。本当かどうか分かりませんが、それについて私、驚いたんですね。で、さらにですね、中国はですね、アメリカの、シェールオイルですね、シェールオイルをこう掘削する、この技術、機械、それも盗んでるっていうんですよ。ですから、魚釣島に登ったらですね、そこを掘るっていうんですね、掘って、その中にですね、ステルス戦闘機を隠す、で、また海の面しているところも掘ってですね、トンネル状にして、そこに軍艦隠す、そういう形で侵略をするというふうなことが書いてありました。で、私、今、何が言いたいかと言いますと、玉城デニー知事を持ち上げて支援している市民団体の皆さんがですね、沖縄を二度と戦場にしないということで、11月23日でしょうかね、また、県民大会、先ほどね、上先生言われてました、10万人とかですね、そういうようなことでやろうとしてるのではないかと、新聞報道だけですけどね、見ましたけれども、二度と戦場にさせないということで、集会を持つと言ってますが、このシナリオでいくとですね、
沖縄はですね、戦場になるんじゃなくて中国の軍事基地になるんですよ。尖閣で軍事基地されますでしょ。同時に沖縄が中国の植民地になるわけです。だから今私たちが訴えるべき、私はこういうふうに思ってます。まず私たちが真剣に考えるべき、沖縄県民に共有するべきはですね、二度と沖縄を植民地にしない、させない、これがスタート点だと思います。台湾もですね、そうなんですよ、台湾も植民地にならないと言ってるんです。一つの中国、あの嘘っぱちって思ってるんですよね。蔡英文さんはもうすでに台湾は独立していると、独立すると言ってませんよ。独立分子って言ったら中国が攻撃かけてくるかもしれないので、独立するとは言ってませんけれども、すでに独立国家だと、中国は台湾に対して敬意を払えと言ってるんですよ。なのでですね、中国に併合だなんだ言って攻撃を受けるということは植民地にされるということを意味しています。で、今ですね、この、デニー知事を支えていらっしゃるこの市民団体の皆さんですね、何を根拠にですね、中国が攻撃してこないと言ってるのかということなんですけれども、今日ですね、日中平和友好条約45周年なんですよ。今日が1978年8月12日なんです。これを根拠に中国は攻撃しないと言ってます。だから先島からミサイルどかしても、日米で合同演習しなくても、何もしなくても、中国は日中平和友好条約があるから何もしないと、そして台湾に攻撃しても下手に手を出すなと、こういう卑怯なこと言ってるんですよ。私は絶対許せない、こういう考え方はですね。ですので、これからですね、ますますですね、抑止力というものが絶対に大事なんだということですね。なんで日中平和友好条約があるのに、与那国の近くの EEZ にミサイル飛ばすんですか、習近平が。あれでしょ、会議長が来たということですよね。誰でした、アメリカの。ペロシ会議長が来たからといって、なんで沖縄に撃つんですかと。撃つんだったらアメリカに撃てよと言うべきじゃないでしょうか。もう何言ってるかだんだん分からなくなりますけれども。ということでですね、ぜひですね、今の沖縄県民の皆様がですね、下手したらそのまま手を挙げて降参してですね、抑止力もいらないと言って、そのまま植民地にされるような未来は、こういう未来は絶対に望ましくないということを、私はこれからも啓蒙してまいりたいと思っております。どうも長くなりました。ありがとうございました。